い、こんにちは、まとめです。 GU の新作にトレンド感抜群の最強のチノパンが誕生しました。商品名はチノ2タックバギースラックス。これね、意外と気づいてない人多いんですが、 GU のチノパン史上トップクラスの名作です。今回もですね、全サイズ全カラー購入してきたので、実物を使いながらその魅力を深掘りしていきたいと思います。このパンツはですね、 GU 最強のコスパパンツとして有名なバギースラックスシリーズの最新作です。個人的にも期待していたんですが、実物はね、その期待を裏切らないクオリティでした。安くておしゃれなトレンド感抜群なチノパン探してるって人はこれね、買わなきゃ損です。ということで、早速こちらのね、パンツ紹介していくんですけど、どんな人にこのパンツおすすめなのか結論からお話しさせていただくと、コスパ重視でトレンド感のあるおしゃれなチノパンを探してる人におすすめで、まあいろいろ理由はあるんですけど、まず一つ、ファストファッションではありえなかったワイド感。こんなボリュームのあるチノパンをファストファッションなかなかリリースしません。そしてチノパンなのにおじさん臭くならないデザイン、素材、シルエット、そして GU ならではの驚愕コスパ。このチノパンゲットしておくと、今っぽい雰囲気のね、コーディネートを簡単に作れて、今履いているパンツをこのパンツに履き替えるだけで一気に印象を激変させることができます。まあ、逆に言うと、ワイドのね、ワイドパンツのチノパンすでに持ってるよ、いいの持ってるよっていう人は、これ買い足す必要は別にないかなと思います。ということで、今回紹介するアイテムこちらですね。チノ2タックバギースラックス、2990円です。今回まず最初にデザインを解説して、その後にこのパンツのね、肝となってくる素材とシルエットをお話ししていきます。各パートごとにおすすめの理由とともに、おしゃれになりたい男性に向けて絶対に知っておいてほしいファッションのロジックだったり、雑学を交えてお伝えしていくので、絶対にね、飛ばさずに最後まで聞いてほしいです。これ前編通して見ていただかないと、このパンツの良さ理解できないままになってしまいますし、魅力もね、伝わりきらないんで、結局買わなくて何も変わらなかったなんてことにもなりかねないです。これは超もったいないんで、しっかりとね、動画見ていただいて、自分に合ってるかどうかまで判断していただけたらなと思います。ということで、こちらのパンツのデザイン見ていきましょう。まずね、ウエスト部分からいこうかなと思います。後ろだけゴムになってるんです。この後ろゴムの仕様になっていて、まあ、いわゆるイージーウエストって言われるやつですね。ベルトなしで着用できるから楽ちんだよっていうね、構造になっています。じゃあね、ウエスト太かったらどうすればいいのかっていうところに、ドローコードがあるわけですよ。このドローコードはね、縛って着用するなんてことができます。ただね、こんな感じでベルトループがついているので、ベルトを通して着用したいなんていうニーズにも応えている商品になっています。じゃあなんでね、後ろだけゴムなのかっていうと、タックインスタイルとかがすごいトレンドなんですよ。タックインっていうのはトップスをパンツの中にね、インするスタイルですね。その時に前にゴムが入ってると、ちょっとね、見た目が悪くなってしまうんで、後ろだけにしてると、非常にね、気の利いたディテールかなと思います。そして商品名にも入っている2タックの部分いきましょう。タックってのはここ、つまみのことを言います。このつまみが2つあるから2タックなんです。で、2タックって何がいいのかっていうと、ここにボリュームが出るわけですね。結局生地が本当はもっとあるわけなんですよ。それをつまんでこう折りたたんでるんで、実際もうちょっと履くとボリュームが出るわけですね。そうすると、この布団部分から裾にかけてボリュームが出て、よりね、ワイドシルエット楽しめると。なので1タック2タック、まあタックなしといろいろあるわけなんですけど、2タックまでいくとかなりのボリュームを感じるはずです。で、ポケットですね。ポケット斜めのスラッシュポケットになっていて、で、センタークリスとかはないです。で、バックスタイルどうなってるのか、後ろゴムは先ほどお伝えしたと思いますが、ポケットこんな感じになってますね。両玉縁のポケットとフラップ付きのポケット、このバックスタイルになっています。ということで、次に素材見ていきたいと思います。やっぱりファッション始めたての頃ってシルエット重視にしていて、特にパンツ選ぶときはシルエットだけで選んでるって人もね、すごく多いと思うんですけど、実は素材超重要なんですよ。単純に表のね、この素材感っていうので高級感があるかないかっていうのも重要だったりするんですけど、綺麗なシルエットを出すためには、パターンと素材がマッチしてないと、いいシルエットって出なかったりします。例えば同じパターンの設計でも、素材変えるだけでシルエットって激変するんですよ。それぐらい素材って、素材だけじゃなくてシルエットにも影響する部分なんで、実際にね、購入するアイテムとか素材もね、着目してほしいなと思います。で、こちらの素材、コットンとポリエステルのコンボ素材なんですけど、コットン 35%、ポリエステル 65% っていう配分になっていて、素材感にチープさっていうのがないですね。で、厚みも結構しっかり
かりとあります。張りもあって厚みもあって落ち感もあって、ほんとシルエットも綺麗に出る素材なんですけど、安っぽさがないっていうのがやっぱ驚きポイントですね。この値段このサイズで作ったら絶対安い素材になっちゃうと思うんですけど、厚みもしっかりあってペラペラもしていないですし、鈍いツヤもあって、とはいえポリが入ってるんで丈夫ですし、ある程度の機能性もねポリエステル入れてると担保されるんで、例えばコットン100だとシワシワになりやすいとかありがちなんですけど、ポリ入ってると結構マシだったりします。まあ耐久性もあって、まあデイリーユースしやすいね素材にもなっていて、見た目もいいっていうところで割と文句なしの素材感ですね。素晴らしいと思います。で今回ね、今僕が持ってるのオリーブカラーなんですけど、これの素材感も抜群にいいですし、ここにベージュとネイビーあるわけなんですけど、この3色とも素材感抜群にいいです。で実際これ買った後に縮んじゃうんじゃないかとか、色落ちどうなんだとか、シワどうなんだとか、洗濯してどうなのかって気になる人も多いと思うので、こちらね実際に洗濯してみました。洗濯方法はおしゃれ着洗いで、家庭用洗濯機でねおしゃれ着洗いして、脱水して天日干しです。この条件で洗濯したチノパン、こんな感じになっています。見ての通りなんですけど、縮み具合はこんな感じになっていて、シワはね、このビフォーと比較して確認していただけたらなと思います。次にですね、僕がね、このチノパンをおすすめする最大の理由、綺麗なシルエット、これをね、解説していきたいので、実際に着用してね、お伝えしていこうと思います。現代のパンツのトレンドに関する話も交えてお話ししていくので、ぜひね、参考にしてみてください。身長170センチ、体重55キロの僕が L サイズ着用でこのようなサイズ感、このようなシルエットになっています。横から見るとこのようになっていて、後ろこんな感じです。はい、ということでこちらのチノバージョンなんですけど、見ての通りね、太めのシルエットになっています。いわゆるワイドストレートシルエットになっていて、この太も部分から裾にかけてしっかりとね太いシルエットになっています。これが例えばワイドテーパードシルエットだからと、裾に向かって細くなっていくわけなんですけど、そういったシルエットにはなってないですよね。太も部分からゆとりがありますし、裾部分にもゆとりがあります。おまけにレングスも長めになっているんで、靴の上にパンツの裾が乗っかってクッションがたまるようなね作りになっています。でここにクッションがたまるとよりワイド感ってのは強調されるので、まあ、本当にね太めのシルエットのパンツになってると言えます。でまあね、タックがしっかりね深く入ってるんで、ここにね入ってここにも入ってるわけなんですけど、それがしっかりとここにもフロント部分にも現れていますよね。太も部分にボリュームが出ていて、センタークリスがチノは存在しないんで、こう縦に引っ張られてる感じもないと、思いっきり太く見せる、横に太く見せるシルエットのパンツになっています。形もね綺麗ですし、素材もねしっかりと厚さがあって、チープさがないのと同時にシルエットも綺麗に出してくれる素材になっていて、言うことなしのアイテムになっています。でこれ L サイズ着用していて、僕の身長体重170センチ55キロから考えると、まあワンサイズアップぐらいのねサイズ感になっていて、ウエストは確かにね結構ゆとりがあって太いんですよ。ただドローコードね縛れるで、ウエスト分って実際関係なくて、太さで選んでほしいなっていうのがあります。でワンサイズアップぐらいだと結構ワイド感しっかり強調できて、クッションのたまりもよく出てくれるんで、ワンサイズアップぐらいが推奨で、裾上げとかはする必要がありません。とはいえ他のね S とかね XL とかいろいろあるじゃないですか。そういったサイズのサイズ感が気になるって人も多いと思うので、今回全サイズ購入してきました。なのでね、全サイズ着用して履き比べていきたいと思います。 XS サイズ着用でこのようなサイズ感、このようなシルエットになっています。横から見るとこのようになっていて、後ろこんな感じです。はい、ということでこちらのパンツ XS サイズ履くと、ちょっとテーパードしたようなシルエットになっています。裾に向けてね少し細くなっていってますよね。これってまあなんでこういうことが起きるのかっていうと、このレングスがそこまでね長くなくなっていて、クッションがあんま出てないわけですよ。ここにクッションが出るとボリュームが出るんで、裾部分に結果ワイドストレートに見えるわけなんですけど、この状態だとだんだん細くなっていくワイドテーパードシルエットに見えてるんじゃないかなと思います。続きまして S サイズ着用でこのようなサイズ感、このようなシルエットになっています。横から見るとこのようになっていて、後ろこんな感じです。はい、ということでこちらのパンツなんですけど、先ほどのね XS サイズと比べるとテーパードしてる感じがね薄まってるのが分かるんじゃないかなと思います。まあ、いわゆるストレートシルエットとワイドシルエットの中間ぐらいですかね、絶妙なラインになってきたなっていうところがこの S サイズの感想です。 M サイズ着用でこのようなサイズ感、このようなシルエットになっています。横から見るとこのようになっていて、後ろこんな感じです。はい、ということでこちらのパンツなんですけど、いよいよねこの辺りからワイド感しっかりと出てきたかなといったところです。まあ、ユニクロでいうところのレディースのタックワイドパンツのワイド感ぐらいまではね来たかなといった印象で、まあ、初めてワイドパンツデビューっていう人だったらこれぐらいでもいいかなといった感じです。続きまして XL サイズ着用してみます。横から見るとこのようになっていて、後ろこんな感じです。
はい、ということでね、相当大きくなってきましたね。まあ、L サイズとめちゃめちゃ変わったかって言われたらそんなことないんですけど、このね、腰回りが相当ボリュームが出てきていて、結構扱いにくさを感じる人も出てきたんじゃないかなって思います。僕の身長体重で XL まで上げると、ちょっと難易度高くなってくるかなといった印象です。2XL サイズ着用でこのようなサイズ感、このようなシルエットになっています。横から見るとこのようになっていて、後ろこんな感じです。はい、ということでここまで来るともうねめちゃめちゃでかくなっていて、特にここら辺相当膨らんでる。2タックっていうのもあって、やっぱここにボリュームが出やすいわけですよ。ここが変に膨らんでしまうっていうのがわかるんじゃないかなって思います。あとですね、もうさすがに吸ってます。僕の身長でダットシューズ履いてもパンツの裾がね中に入ってきちゃう、吸っちゃうんで、実際これだと歩きにくいかなといったところはあります。 3XL サイズ着用でこのようなサイズ感、このようなシルエットになっています。横から見るとこのようになっていて、後ろこんな感じです。はい、ということでね、まあ、参考になるかなと思って一応全サイズ着用しているわけなんですけど、3XL まで来るともうはちゃめちゃにでかいですね。まあ、僕の身長体重でここまで来るとなかなか履きこなすのは難しいかなといった印象で、やっぱりおすすめは L サイズになります。ということで、ここまでデザイン見て、素材見て、シルエット見て、まあ、洗濯後とかも見てきたわけなんですけど、色味の話、カラーの話いきたいと思います。オリーブ、ベージュね、ネイビー3色展開で、一押しカラーこのオリーブですね。深い色味になっていて、合わせやすさもありつつ、高級感も抜群というカラーになっています。その他2色も見ていきましょう。はい、こんな感じですね。ネイビーカラーと、チノっぽいね、ベージュカラー。この3色展開になっています。ベージュカラーの方はやっぱザ・チノって感じの色味になっていて、ベタなんですけど、まあ、やや明るめでもあるんで、意外とね、コーディネートの難易度で言うと、このオリーブカラーのが簡単だったりします。で、ネイビーも、ブラックだったらね、超簡単になるんで、コーディネートが。よりおすすめしやすかったんですけど、ブラックと比べるとちょっと明るすぎるし、まあ、暗めでいくならオリーブの方が色味、よりね、綺麗な表現できているなって感じるんで、個人的には、まあ、オリーブの方がおすすめです。ただね、実際着用したら、色の見た目もね、ちょっとね、変わって見えるかもしれないんで、実際に着用もね、ご覧いただきたいなと思います。実際着用してみると、こんな感じのね、色味になっています。で、ベージュカラーなんですけど、まあ、いわゆるやっぱね、チノパンの色になっていて、ベタなカラーになってますね。ベタだから簡単かって言われたらそういうわけじゃなくて、結構パンツって明るい色だと難易度が高いんですよ。例えば暗い色である黒のパンツってすごく簡単なんですけど、逆に白のパンツってね、難しいわけですね。まあ、他にも原色の色って難しくて、まあ、レッドとかグリーンとか、ブルーとか、なんとなく想像してもらえるとわかると思うんですけど、明るい色って結構難易度高いわけですよ。なのでこれベタなね、チノパンのカラーではあるんですけど、難易度がね、イージーかって言われたらそんなことはありません。ただ色味としては全然いいですし、こなせるのであればすごくおすすめの色でもあります。はい、ということでネイビーカラー着用してみました。こちらもね、正直何にも悪くないんですけど、より扱いやすいって言われたらカーキカラーの方ですし、よりチノらしさが強いカラーって言われたらやっぱベージュの方になってくるんで、まあそういった意味で、まあこれ正直全然悪くないんですけど、3択の中だったらちょっと優先度低いかなといった感じになっています。はい、ということでこちらのオリーブカラー着用してみました。まあカーキカラーっぽい感じなんですけど、若干暗めのカラーになっていて、扱いやすいっていうのが最大のポイントになっています。なので使いやすいですし、まあただのカーキオリーブカラーっていうだけじゃなくて、ちょっとグレー入ってるとかグリーン入ってるとか、ちょっと深みのあるねブラウン入ってるとか、大人っぽい色味になっていて、ツヤもあってすごくね高級感のある色味になっていて、これとてもおすすめです。次にですね、このおすすめのチノパンを使ったコーディネートと、この機会にね、こういったアイテム初挑戦するよっていう人に向けて、おすすめの着こなしテクニック解説させていただきたいなと思います。はい、ということでね、一つ目コーディネート組んでみました。春でも秋でもね、まあ冬でもね、いけるコーディネートなんですけど、ポイントとしてはですね、このアウター、モンスターパーカーなんですけど、まあこのね、チノもそうなんですが、まあミリタリールーツっていうところでね、揃えています。かつ、アースカラーっていうところで色も揃えています。それ以外の部分もブラックで引き締めたっていう感じのコーディネートになっていて、この色数が増えれば増えるほど難易度って高まってくるわけなんですけど、まあ黒1色プラス2色あるじゃないですか。このね、ちょっとグリーン寄りのカラーと、若干ブラウン寄りのカラー。でもこの2色ってアースカラーっていうところでまとまりもいいですし、その他はブラックでね、統一してるんで、色数多いけど、まとまりやすいコーディネートになっています。で、まあ、やっぱり黒プラス1色の2色コーデの方が簡単なんですよ。なんで最初はそれで全然いいんですけど、もう一歩レベルアップしたいなってなったら、黒プラスもう2色の3色コーデっていうのがおすすめになってきます。そんな時はこんな感じで色をね、揃えてあげるとまとまりやすくなります。ベージュカラーを使ってコーディネートを組んでみました。これ結構参考になるコーディネートだと思うんで、ぜひね、見ていただきたいんですけど、まず一つ目のポイント、よくうちの動画では言ってるんですが、明るいカラーのパンツ使うときは黒で挟み込む、これをねやってほしいなと思います。例えば今だったら黒の革靴ですよね。黒の革靴に黒のトップスで黒で挟み込んであげてる
るんで、すごく色合わせ簡単なんですよ。やっぱりね、ファッションって色数が増えれば増えるほど購入者の難易度って上がってくるわけなんで、できるだけ色数減らした方がいいんです。で、その時どうやって減らすかっていうと、メンズファッションの基本のカラーってやっぱりブラックになってくるんで、ブラックを入れてあげると、ブラックとベージュだけの2色だけで今コーディネート完成してますよね。この状態ってすごく配色的には合わせやすくなっているんで、初心者の人であればあるほど真似してほしいなと思います。なので、まず1つ目、超簡単に上下上下ね、黒で挟み込むだけです。で、それ以外何をしてるのかっていうと、 A ラインシルエットというものを作っています。A ラインシルエットっていうのはね、アルファベットの A の字ですね。このシルエットにすることによって顔を小さく見せてスタイルをよく見せるっていうねテクニックなんですけど、 A ラインシルエットって夏すごく作りやすいんで、半袖 T とか使うから、作りやすいんで、ぜひね参考にしてほしいなって思います。ポイントとしては短丈のトップスですね。身幅もそんなにないです。ボリュームのないトップス、半袖 T シャツ、おまけに黒っていう収縮色を使ってよりコンパクトに見せてます。で、それだけじゃなくて、袖丈ちょっとまくってあげて、よりボリュームを減らしてるっていうのもポイントになっています。対してパンツ、まあ先ほどお話しした通り、ワイドストレートでしっかりとレングスも長いんでボリュームがあるわけですよ。結果どうなるかというと、下半身のボリュームがでっかくて、上半身のボリュームがコンパクトな A ラインシルエットになります。で、ここの上下のメリハリがあればあるほどスタイルってよく見えるものなんで、そのスタイルをよく見せるような工夫をした、コーディネートになっています。なので、ポイント1つ目としては配色ですね、黒で挟み込み、2つ目としては A ラインシルエットを作ると。で、細かい話をすると、それだけだとちょっと味気ないんで、例えば小物を使うとかね、ここに小物と、これでね差別化を図るっていうところもあったりとか、あとはワイドパンツ履いてるときはダットシューズじゃないと裾に負けてしまってバランスも取りにくくなってしまうんで、結構ボリュームのあるシューズで合わせてあげているとか、このあたり細かいテクニックはあるんですけど、基本的なところは配色とシルエット、ここをね覚えていただければなと思います。ということで、ここまで GU 新作の知の2タックバギースラックス、しっかりとね深掘りして解説させていただきました。改めてこのパンツの魅力をまとめると、デザインはねちょっとだけフォーマルよりなんでね、全然使いやすいですし、素材感とにかく厚みがあって、落ち感あって、高級感あって、文句なしです。だからこそシルエットも綺麗、それで2990円、驚愕コストパフォーマンス、デイリーユースもしやすい素材感になっていますし、割と文句なしで付け入れ隙がねないようなアイテムになっています。こういった感じのワイドシルエットでチノパン、まだ持ってない人多いと思うんですよ。ぜひここでゲットしてほしいなと思います。こちらですね、概要欄にリンク載せておきますので、在庫なくなる前に絶対に今すぐゲットするべきです。で、こちらのパーツ実際購入するとき結構いろいろ悩むポイントあると思うんですけど、カラーはやっぱオリーブおすすめで、サイズはワンサイズアップぐらいがおすすめで、裾上げとかしないっていうのが一押しです。で、これまで僕がね紹介してきたおすすめのチノパンでいうと、ユニクロ U のねワイドフィットチノだったり、無印良品のねタックワイドチノとか、このあたりがあるんですけど、まあ、どういった違いがあって、それぞれどういう人におすすめなのか簡単にねまとめておこうと思います。まず最初、こちら無印良品のチノタックワイドパンツ、これもめちゃめちゃいい、まあ、デザイン的にはねそんな大きな違いがなくて、あるとしたらこっちはセンタークリス入っていて、よりフォーマルだよっていうところで、素材感もこれはねさらに良くなってますね。さすがに値段がちょっと高いだけあるんですけど、素材感抜群にいいです。で、何が一番違うかって言われたらシルエット、これはねテーパードシルエットになっていて、結構裾は細いんですよ。先端部分はがっつり細くなってるんで、同じね太部分とかにはボリュームがあるパンツであるんですけど、裾部分が全然違う。なのでこっちの方がより初心者向けにはなっています。で、こちらがユニクロ U のワイドフィットチノ、これもね高級感半端ないです。これで素材に文句したらまずいないと思う、それぐらいすごいですね。で、結構ねベルトループ太くなっていたり、クリスなかったり、ちょっとカジュアル寄りの作りになっていて、シルエットがやっぱ違うんですけど、これもテーパードになってます。これ実際着用した方が分かりやすいんですが、ややね細くなっているんで、 GU の2タックと比べたら結構細く感じるかもしれません。ただね、無印と比べたら結構太く感じると思うんで、その中間ぐらいだと思ってください。ということで、どれもねすごくいいんですけど、初心者であればあるほど無印の方が扱いやすいかなって思います。で、ユニクロ、GU っていう順番になっていて、 GU ってやっぱりトレンドを追いかけるブランドで、無印、ユニクロってどちらかといったらベーシックで、トレンドそこまで追従しないわけですよ。だからこそこんな感じになってるのは確かになといった感じです。ただ素材感で言うと GU 全然いいんですけど、3000でこれで文句ないんですけど、やっぱり無印のが良くて、やっぱりユニクロ言うのがいいです。まあそこはねあるんで、好みとかでもね選ぶのもいいんじゃないかなと思います。
今回紹介した G の血の2タックバギースラックスなんですが、同シリーズ、同じシリーズで、スラックスバージョン、デニムバージョンがあります。スラックスバージョンの方は以前公開した動画の GU 新作全部買ってみたの動画でね、お伝えした通りなんですが、そこまでね、めっちゃおすすめってわけじゃなかったんですよ。ちょっと生地が弱くて、ペラペラしていて、シルエットがそんな綺麗に出ないっていうね、弱点があったわけなんですが、デニムバージョンの方は超おすすめです。こちらもですね、全サイズ、全カラー購入して、徹底紹介、徹底解説した動画ね、すでに公開しているので、そっちも気になるななんて人はね、合わせて概要欄からね、そちらもねチェックしていただけたらなと思います。ただ正直2タックバギースラックスのこのね、血のバージョンとデニムバージョン、2本とも必要かって言われたらどっちかでいいかなっていう感じ。割とね、使い分けそんな効かないんで、ややカジュアル寄りの同じね、ワイドシルエットっていうジャンルのねパンツになってきて、そんなに使い分けがね効くわけじゃないんで、どっちかでもいいかなって思います。一番大きな違いどこにあるかっていうと、やっぱり素材になってくるんで、チノの素材感好きな人はチノ、デニムの素材感が好きな人はデニムを選んでいただければなと思います。ということで今回の動画は以上となります。このチャンネルでは次の洋服何買おうをテーマに、ユニクロ、GU、無印などのファストファッションアイテムを知り尽くした僕がおすすめのアイテムを紹介しています。実際に全アイテム購入するっていう、他のチャンネルではありえないことをしているのが僕のチャンネルの強みです。まだねチャンネル登録してないよっていう人は、今すぐねチャンネル登録していただけると嬉しいです。絶対に損はさせません。ちなみに僕はシティというオリジナルのアパレルブランドを展開していまして、毎週金曜日に新作アイテムをリリースしています。概要欄にストアのリンクを載せておきますので、おしゃれなアイテムをお得な価格でゲットしたいなんていう方はね、この機会にぜひチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上となります。ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。